毎度おなじみ JR 東日本東京駅駅舎です。さて今回何をしていくのかというと、2匹目のドジョウを救いに行きます。先日東京高崎間を変なルートで移動した動画が結構伸びましたので、今回は変なルート第2弾で行きたいと思います。ご覧の通り9時50分発の高崎行きの上野東京ラインに乗れば、もはや一発一本で高崎駅に行くことができます。また、上越北陸新幹線の高崎に止まるやつに乗っても非常に早く快適に高崎に到達することはできます。しかし私はそんなことはいたしません。まずはこちら、ひとまず山手線に乗っていきましょう。あちら側、上野東京ラインの線路を通る緑とオレンジの帯の高崎線の列車に乗れば、簡単に済むものを私は一手間でも二手間でもかけて高崎へ向かっていこうと思います。まあ途中でちょっと前々から乗りたかった列車にも乗ることができるのでかなり楽しみです。上野駅でとりあえず下車しましょう。 JR 線とは一旦お別れします。第2走車銀座線です。ちょっと地下鉄で混んでたので全然動画が撮れなかったので非常に雑な紹介になってしまって申し訳ありません。まあ銀座線は東京で暮らしてれば一度は乗ったことがあると思いますので、詳しく述べる必要はもはやないのではないかなと思います。もしくは本当に詳しく述べるなら1個動画作らなきゃいけないかなっていうところですよね。浅草駅に到着しました。浅草といえば東武線ですよね。今回は東武伊勢崎線を全区間乗り継いで高崎へ向かいたいと思います。10時50分発の両毛11号が停車しているはずです。こちらの特急列車に乗ってまずは太田駅を目指しましょう。今回この両毛号に乗るのが僕は初めてでかなり楽しみにしていました。もっと言ってしまえば、東武の伊勢崎線の方に行くのも初めてです。いつも日光とか鬼怒川方面へ向かってしまうので、東武動物公園以北のね、路線に乗るのはこれが初めてです。そしてなんとも運が良く期間限定ラッピングのカルピスコラボのトレインが来てくれました。約3年間くらいですね、このカルピスエクスプレスのカラーリングはなされるということなんで、まあ3年あればね、皆さん一度は乗ることができるのではないでしょうか。のんびり楽しんでいければいいと思います。そして浅草駅の前にタリーズがあるので、僕がめちゃくちゃ好きな飲み物も買ってきました。ご覧の通り浅草駅のホームは右にすっごい曲がっているので、こういうふうに、車両とホームの間がどうしても空いてしまいます。なので、ホームと車両の間に落ちないようにですね、このように橋を渡して、まあ台を置いてと言った方がいいですかね、車両に乗っていく形になります。今回僕は1号車の座席を取りましたので、特にホームの狭いところまで来る羽目になりました。さすがに慣れている僕でも若干怖くなります。初めて東武の200系の車両に乗車しました。まあ、正直印象といえば若干古いかなという感じがします。ただこのオレンジのシートの色は温かみがあっていいですね。シートピッチも十分取られていて、足を伸ばしたりしてもそんなに窮屈さは感じなかったと記録しています。この座席背面のテーブルもですね、十分な広さがあり、この後北千住でめちゃくちゃ乗ってくるビジネスマンさんがパソコンを開いて仕事をしても問題ないような、そんなテーブルだと思います。まあ別で充電コンセントがないっていう問題があるので、バッテリーの残量との戦いになりますね。ビジネスマンさんに余計な戦いを強いているのはこの列車の製造時期を考えると
若干仕方がないことでもあります。そしてこういったテーブルがついておりました。このテーブルを見ると僕は昭和を感じるんですが、どうでしょうか。ロマンスカーの LSE にもこのようなテーブルがついてましたね。そう、これをこのテーブル片付けるのには一工夫がいるんですよ。ここを押さないとテーブルが閉まらないという、初見では若干気づきにくい部分でもあります。で、このテーブルどうやって使うかというと、前の席をくるっと回して4席コンパートメントとかにした時にあのテーブルが使えるわけです。余談ですが、このタリーズのヨーグルト&アサイおすすめです。間違いなく、依存性の高い物質が入っていると思われるくらい美味しいです。もしくは麻薬か味の素でも入っていると思えるくらい美味しいです。皆さんぜひ飲んでみてください。10時50分、定時で浅草駅を発車しました。この浅草駅のカーブは制限速度15キロという極めて厳しい制限速度がかかるので、このようにゆっくりの発車となります。本当にとんでもないところに駅を作っているなという印象がいつもこの浅草駅を発車するときは思うものです。もうちょっとどうにかならなかったのかなと思うことを禁じ得ませんが、その当時の事情とかいろいろあったんだろうなと、諦めにも似た感想を持って、切り替えてこの隅田川の風景を楽しむわけです。有名なビルも見えます。あえて何があるとは言いませんが、有名なビルです。皆さんお察しください。さすがにこの年で下品にあれを直接表現するのは控えさせていただきます。私にも失うものが一応あります。しばらく進みますと、実質東部の一番のターミナル駅、北千住駅に停まり、そして発車していきます。特急列車専用ホームから発車になるんですけれども、非常に多くの方々がこのホームにいらっしゃいまして、その方をたくさん吸い込みまして、列車はいよいよ福福線区間へと入っていきます。工業地域でもある両毛地域へのビジネス需要がいかに多いかということをこの旅行で実感することができました。福福線区間に入りまして、列車は最高速度110キロに近い速度で飛ばします。ここら辺は、最近高架化が終わった竹の塚あたりでしょうか。この北千住から北越谷にかけては日本の私鉄で、一番長い 18.9 キロの福福線区間になります。それだけ東武線の通勤需要が多かったということでしょう。列車をたくさん走らせているわけです。高架化工事中の春日部駅を通過します。徐々に古いホームを壊して仮の新しいホームに掛け替えている様子が見れます。そして仮のホームもいずれは壊され、最終的に高架化ホームになるという形になります。前に動画で特集しましたので、もしよければ遡ってみてください。そして、工事も進んでいるので、もうそろそろもう一回春日部駅にも行かないとなと思います。北千住を出て、2、30分くらいですかね、東武動物公園駅に停車しました。ここで日光宇都宮方面の線路と、伊勢崎方面の線路が分かれることになります。以前は、リバティ華厳とリバティ両毛の分割作業も行われていた時期もあったみたいですが、現在では行われておりません。東武動物公園といえば仮面ライダーの撮影地で有名だった、そんな記憶があります。東武動物公園で犠牲になったアンノーン未確認生命体アンデッド、オルフェノク、ワームは一体何人になるんでしょうね。どなたか、ファンの方がカウントしているサイトとかありそうな気もしますが、検索するほどの興味はありません。そんなことをしているうちに列車はクロックアップしまして、このように日光線と線路を分かち、いざ
太田ですとか伊勢崎方面の線路に入っていきます。東武線の列車に乗った時の一つの見せ場というかポイントは利根川を渡る時ですね。伊勢崎線方面では初めて渡りましたが、日光線の時と同じように大変迫力のある絵だと思います。さすがは利根川。銚子付近の河口とかはもう海なのか河口なのかよくわからないくらいの、それくらいの広さになりますからね。すごいですよね利根川って。そしてあちらには別の河川渡良瀬川を見ながら列車は足利市駅に到着しました。対面にはリバティ号がいらっしゃいますね。回送幕になってますね。お客さんを乗せてきた帰りでしょうか。足利信用金庫の支店って結構東京にもありますよね。それくらい昔織物産業等でこの足利市付近は栄えたということの証拠なのでしょうか。初めてこの足利市駅を通りましたが、思ったよりも都市が発展しておりまして、いい意味で驚いたなというそんな感想を持ちました。またこの足利市駅で結構な方が、降りていきました。ここを目的地としていたビジネスマンの方もそこそこの数いらっしゃったということでしょう。今回この、高崎へ向けてこの伊勢崎線ルートを選んだわけなんですけれども、足利市そしてこの太田市の駅の大きさ、そして市の規模の大きさに正直びっくりしました。ここら辺の地域に来ること自体が初めてでしたので大変新鮮でした。この動画を作るに際していろいろとこちらの地域を、まあ、軽くではあるんですけど調べたんですが、スバルですとか織物産業あるいは生糸の産業とかで昔からかなりの工業地域だったということを学ぶことができました。ご覧のように両毛号からも降りてくる乗客の方が絶えませんね。まだまだ階段エスカレーターに向かって人が歩いています。6両編成の両毛号ですが、乗客はまあ7割8割くらいかなっていうところですかね。それくらい席は埋まっていました。両毛号はこれから伊勢崎方面ではなく桐生線に入って赤城方面へと向かいます。なのでここで200系のカルピスエクスプレスとはお別れせざるを得ません。できれば終点まで乗っていたかったですが、まあさすがに仕方ないでしょう。一応夜の19時30分くらいに浅草を出るリバティ両毛号が伊勢崎まで直通してるんですけれども、まあちょっと夜遅すぎるし、まあ夜だとね車窓があまりもう暗くてよくわからんみたいな感じになるので、そちらはまあ機会があったら乗ってみたいなと思っておきます。ではこちらワンマン列車、3両編成の普通列車に乗り換えまして一路伊勢崎駅を目指そうと思います。乗客の方はそれなりにいらっしゃいました。また浅草から来たリバティ両毛号からのお客さんの乗り換えを待っての発車となります。そう、先ほどの両毛号を降りてから1時間ほど経っています。その間一旦、下車をしまして太田駅の動画を撮っておりました。そちらも上がっているのでよろしければご覧ください。リバティ両毛号からのお客さんを待った後、列車は伊勢崎方面へと向かっていきます。ご覧の通りこの太田も非常に規模が大きい町で、中島飛行場、まあ今のスバルなんですけれどもその工場もありますし、大変発展した町並みであることが車窓からも分かっていただけると思います。赤城方面の桐生線と分かれまして線路は一路伊勢崎方面へと向かっていきます。余談ですがこの浅草伊勢崎間55駅、距離にして 114.5km、 こちらは日本の私鉄路線で最も長い路線となっています。
しかしながらその区間によって輸送密度が大きく異なります。このようにここら辺は単線区間となっています。列車の本数も1時間に1本くらいと、結構少ない方だと思います。それに対して北千住北越谷間は複々線でめちゃくちゃしこたま列車が走っています。このようにギャップが大きいのも伊勢崎線の一つの魅力かなと思います。郷志駅を発車しました。これたけしとかね、つよしとか読みたくなるんですけれども、駅名表が出てきます。このように郷志駅ですね。郷志駅というかたけし駅というか郷田駅というかジャイアン駅というか、そういう風に呼びたくなるんですけれども、郷志駅です。ちょっと個人的に面白かったので撮ってみました。日ハムの新庄監督と同じ字ですよね、多分。違うっけ、まあいいや。新伊勢崎駅を発車しました。まあ新とつく駅は結構市街地から遠いっていうイメージはあるんですけれども、そこまでこの新伊勢崎駅は遠くはないみたいです。なんでも市役所の位置はこの新伊勢崎駅の方が近いらしいです。奥から両毛線の線路が見えてきました。ここまで来ると列車は東武伊勢崎線の終着駅伊勢崎駅に到着します。浅草から114キロほど列車に乗ってきて、この東武線、東武伊勢崎線を制覇しました。正直言って私鉄で一番長いらしいんですけれども、近鉄線の方が長く感じたなというのが個人的な印象です。あっという間な、2時間ちょっとですかね、合計で。素晴らしい路線だったと思います。ではここからは久しぶりの JR ですね、山手線以来の JR です。両毛線の区間列車に乗っていきましょう。小山から高崎まで直通する列車も結構あるんですけれども、この伊勢崎から高崎までっていう区間列車もあるみたいですね。伊勢崎から高崎までは毎時2本は確保されているみたいです。それだけ伊勢崎高崎間、まあ言うなれば前橋もそうだと思うんですけれども、この3都市間の需要が大きいということでしょう。今まで乗ってきた東武線はここで線路が途切れております。この先は再び JR 線の線路にお世話になりましょう。両毛線は、小山と新前橋間を結ぶ、路線になっていまして、ほとんどが単線の路線です。生糸や織物などの輸送のために建設されたみたいなんですけれども、現在貨物輸送は行っておりません。地元の通勤通学のご利用の方が中心となっています。前橋駅に到着しました。奥にも線路を通せそうなんですけれども、今は線路は張ってないのか使ってないんですかね、ちょっとここら辺はわからなかったです。そしてですね、前橋からバチクソ混み合いまして、もうカメラ回せなかったですね。終点高崎駅です。半日くらいかけて、この高崎まで別ルートで来てみました。やっぱ伊勢崎線に初めて乗車して、太田とか足利のね、市の大きさというか規模というか、それだけ歴史ある、工業地域なんだなっていうのを、車窓から一部だけ、ほんの一部だけですが、感じることができたというのが、今回違うルートで来てみてよかったなって思えたところですね。高崎線もしくは上越北陸新幹線を使うのが一番いいのは明白なんですけれども、たまには、こうやって違った手段で東京高崎間を移動してみてはいかがでしょうか。新しい知見が広がるかもしれません。ではご視聴ありがとうございました。次の動画もよろしくお願いします。